衆院選挙に関連してですけども、はい、の方でいろいろ情勢調査を受けて、はい、まあ、大阪の方では当然目標としては中京選挙区で伝承だと思うんですけど、やっぱり一部で厳しい選挙区というのがあるというような結果というのが各社報じているところではあるんですが、まあ、ここをそもそもどう受け止めておられるのかというところと、まあ、まだ日曜日ですけれども、それに向けてどういうふうにこう大阪府内の選挙区で、まあ、維新としてですね、立ち向かっていくのかというところからですね、いろんな情勢調査、メディアさんもそうですし、いろんな情勢調査が回ってますし、でそれをこれ一つ一つ見ながら一喜一憂するということはもうないようにしてます、昔から。でいずれの選挙区も厳しいと思いますし、特に今回新人候補、新たに公明党の選挙区にも擁立してますし、もともと前回の選挙の時から自民党候補が強い選挙区っていうのもこれやっぱりありますから、そのあたりは現場の声やいろんな情報を見ながら判断して進めていってます。で現地に入ると本当にいろんな声をいただきまして、こう例えばメディアの皆さんの調査で割といい調査が出ているような選挙区でも意外とこう対応がそんなにこうむしろ厳しいと言われている選挙区の方がお声掛けが多かったり、結構現場の空気感って割と いろいろありまして、常に現場に入って有権者がどう思われているのかっていうのをちょっと街頭演説中もしっかりチェックしながら今活動を進めてます。やっぱり今回全国的にどうなんでしょうね、こう与党が非常に厳しいというのも言われている中で、政治と金の問題は選挙に入る前はそんなに関心ないのかなと思ったんですが、本当にこう国民の皆さんの内に潜めた怒りみたいなものをちょっと感じてますね。その代わりだから維新を応援するということではないんです。もう政治はいい加減にしてくれという怒りです。これはしっかりこうじゃあ僕たちはどうしていきますというのを示さないと、我々もその怒りの矛先になってしまうなという緊張感を感じてます。しっかりしたこう政治改革というのを進めていくという同時に社会保障制度改革や経済対策というのも訴えていかないといけないと思います。3年前の選挙とはなんか街の空気もやっぱりそのあたり含めて少し違うなというのは感じます。朝日新聞の菅原です。はい、情勢調査に関連してまたお伺いするんですけれども、はい、各社の情勢調査を見ていますと、今のところ維新はその比例を含めて全体の議席を少し減らす見通しだというふうに伝えられているところです。はい、維新といえば、まあ、これまで身を切る改革ですとか、しがらみのない政治ということで金にクリーンな政治というものを打ち出してきたところですし、幹事長も今日おっしゃっているように、その政治と金をめぐる有権者の怒りみたいなものを感じるというふうにおっしゃっています。一方でその情勢調査を見ると、その政権批判の受け皿にはなりきれていないような数字が出ているわけなんですけれども、それがどうしたというふうに幹事長現地でも考えですか。これはそのこれだっていう答えがちょっとまだお伝えできるわけではないんですが、ただその今の政権と今の政治で自民党の金の問題に関して明確に怒りっていうのは感じてます。でその矛先はじゃあ矛先っていうかこう助けてくれるような向かう先にやっぱり僕らがなっていかないといけないと思いますし、それを例えば新しくできた政党である例えば国民民主党や維新という選択肢の中できっちり維新の会にご信託いただけるように街角でも訴えをしていかないといけないと思ってます。ここの、まあ、選択肢でもし今十分に結果がまだ出てない状況なのであれば、この選択肢として届いてない、もしくは迷われている状況かと思うので、僕たちがやってきたこと、もちろん街頭でも言ってるんですけど、その維新が満点とはもう到底言わないし、僕らもいっぱい失敗もあるし、謝ることもいっぱいあります。だけどもう政治と金に関しては選択肢としてそのマシな、比較的僕らは政党としてはそれで生まれた政党ですから、どの政党よりもそれは厳しく律してきたという自負もあります。繰り返しになるけどちょっと謝らないといけないことっていうのはたくさんありましたけど、でもその自負があるので、それを今一度愚直に訴えて信頼が得られる、もうあと残された期間1週間切ってますけど、
その中で訴えていかないといけないなと思います。ありますでしょうか。ごめん、はぁはぁ言うと、すいません。お疲れ様です。疲れた。